HK Team 48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Hailing from world famous Hakata! These angels have come down to perform for you!
イエーイ。皆さんこんばんは。R24 です。R24 博多リフレッシュ公演が始まりました。イエーイ。まずはじめに、前しか向かねえ、君が思っているより抱きしめちゃいけない、正義の味方じゃないヒーロー、4曲続けて聴いていただきましたが、皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。はい、ここで記念撮影を撮っていきたいと思います。袖から見てたでしょ、うん、ずっとそこの袖から見てたいつもいないくせにバッチリ準備してる。ありがとうございます。ぜひもうこれは買うしかないです。はい、今日の思い出ぜひゲットしてくださいね。もう保存用と鑑賞用とね、いっぱい買っていただいて大中小あると思うのでぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、本日はですね、ミオの思い出について語りながら自己紹介をさせてください。それではエルタンからどうぞ。はい、チーム T2 のエルタンこと坂本エルナです。ありがとうございます。ありがとうございます。私のミオさんとの思い出は、研究生の時に1回だけミオさんと2人で骨骨ワルツっていうユニットを1回だけやったことがあるんですけど、うん、この間 の、 あの MC でやったことありますよねってミオさんに言ったら、やったっけって言われて覚えてなかったみたいなので、今日はミオさんの記憶にずっと残るぐらい素敵な日になればいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県出身、大人の色気を放出中、リコピコと坂口リコです。リコ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 ちゃん、ミオ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 リコちゃん、ありがとうねありがとうありがとう。ですね、私のミオとの思い出は いっぱいあるんですけど、ミオってね、入ってきた時さ、結構中学生とかだったじゃん、うん、そうだね、でなんかね、反抗期かなんかあった時にねあのみんなでね、こう集まろうみたいなにさ言っても、ミオやだ、ミオは行かない、ミオはやらないってふざけて言ってたのよ。言ってた。そう、でも今日開演前に、開演前っていうかリハ前、この公演の前に、あの2期生でランチに行ったんですよ。で、今今日出る2期生でランチに行ったんですけど、ミオが2番目に来て集合。そうだよ、すごいと思って、うん、こんなことあると思ってね、すごい早めに来てたから、最後だからね。そう、なんかそうで、昨日の MC でもなんかミオがね、卒業発表してから、私がスタッフさんにミオのメール、モバイルメールを取りたいですって言ったんだけど、いつも送られてきてないって話をしたんですよそしたらなんか MC でね、明日は送るねって言ったので、待ってたら、なんとそのランチ中にみんなにいついつ、あの名前入りのメールが来たので、はい、それでみんなで思い出話に花が咲いていました今日は一生懸命ね、ミオも笑顔で、ちょっと笑顔かどうかわからないですけどみんなで、あの見送れるように頑張っていきたいと思います。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、ミーを笑顔にしてくれますかありがとうございます。この次なんて言ってた？笑うための形が、あ、笑うための形がカシューナッツになります。見ることは友永ミオです。え、違うでしょ違うでしょ、いつからミオになったのあなたの次に言っちゃったわメルカトとしまめるですありがとうございます。もう初っ端から泣いてしまって、本当に、あ、歌ってくれた方々ありがとうございますもう無理だった、頑張ろうって思ったんですけど、オーバーチュアになって耐えてたんですけど、なんかすごいペンライトも綺麗でね、うん、あれ何だったんだろうね。でもなんか YouTube みたいにしてましたよね、なん
かちょっとなんかちょっとユーチューバーみたいなね、そういうのやってて、本当にそうだって、そうなのですよね、おで、すごいおしゃれで、やっぱねミオのファンの人知ってる人ばっかりだからさ、もうつらいまあね、お互い頑張っていきましょう。ミオとの思い出はでもユーな、みんなはさこう楽しい思い出ばっかりかもしれないけど、私としか喧嘩したことない、ないだよね、うん、そう、喧嘩した思い出もねたくさんあるんですけど、唯一そのなんか、まあ、メルミオショールームでも話したから、まあ、知ってる方も多いかもしれないんですけど、すごい一番変な喧嘩をしたのが、あの学校をもうわざわざ一緒にしたんですよ。そうだね、ミオとね、うん、同じ学校に高校行きまして、うん、それであのグループチームも違うのに、わざわざマネージャーさんにスケジュールを一緒にしてもらって、テストの日とか学校に行く日を同じにしてたんですよ。でまあその学校に行く前日になんかその私が多分ミオに LINE を送ったんですけどミオが既読スルーをしたんですよね。で私は本当にメンヘラだったからすごいあのミオに既読スルーされたことがすごい嫌で、そう嫌で、うん、大好きだからね、そう大好きだったからすごく悲しくてめっちゃ怒ったんですよ。でなんかその当日学校行って会った時も、うん、ね、私が最初無視したんだよね、うん、そうそうそうミオが話しかけてかわいいでしょ、かわいいエピソード。ミオに話しかけられても無視して、そしたらミオがなんで無視するのってなって逆切れして、次はなんか私が何日間か行かなきゃいけなくて、そしてその次の日とかになったら私は結構もう怒ったこと忘れちゃってるから、ミオに話しかけたらミオはずっと引きずっててミオに無視されて、本当にこっちがなんで無視されてるのってなって、結果同じ日にわざわざスケジュール合わせて学校行ったのに、席がもうこっちとこっちで端っこにわざわざ座って、ね、一回も話したかったよね。お昼ご飯とかも一緒に食べようとか言ってたんですよ、わざわざ。どうやって仲直りしたの？そう、いや帰ったんだよね多分、そのまま、そのままそう、そのまま普通に日常生活の仕事に戻って、うん、そうそうそう、いつの間にかだよね。でも本当こんな喧嘩ばっかり、しょうもない喧嘩ばっかりしてんだけど子供だったね。ね、まあ、そう大体の流れが、私がミオにこう言った時にミオに冷たくされて、私がえってなって、じゃあもういいやってなって、そしたら付き合ったのか付き合ったのカップルっていう感じまあそう本当に思い出がありすぎて大変なんですけども、今日はねみんなと一緒に見送れるように頑張りたいと思います。今日一日よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、21歳のジーナこと小島優衣です。ありがとうございます。私のミオとの思い出は、あの本当に初期の頃の話なんですけど、その時一緒にあの集合場所に行く時に一緒に2人で電車に乗って行ってたことが初期の頃はあったんですよ。覚えてる？覚えてるよ。覚えてる？嘘っぽいねそうでも行ってたことがあるんですよ。で結構その時は一緒に行ってたんで、まあまあ仲良かったんですよ。普通になんかいつも一緒にいたわけではないけど、なんか普通に話してて、である時になんか一緒にツーショットを撮ったんですね。でその時に私が結構自分だけが良ければいいみたいな時があったんです。その時にあまりミオの顔を見てなくて、で初期あるあるだよね、自分の顔が漏れてたら乗せちゃうあるあるだよね、わかるわかる。でそれで私が漏れてたからかわかんないんですけど、それをGoogle プラスに載せたんですよ。 Google プラスって響きなすよ。 Google タスね、 Google タス、 Google タスに載せた時に、ミオがその顔が本当に嫌だったみたいで、それまで結構話してたんですけど、その時にバスの中でユイこれ本当にやめて怒ってるじゃん。そうめっちゃ怒ってるじゃん、小野さんみたいその時に初めてミオが怖いと思っていやいやいやでもね、そこは ね、それ時にちょっと怖いなと思ったんですけど、うん、でもいやもう全然もう初期の頃で、そこからもう時間が経って時間が解決して、もう全然あの、ね、普通に話せるようになったので、それは本当にいい思い出だなと思いました。ね、今日はミオが最後ということで一緒にあの盛り上がっていきたいなと思います。今日はよろしくお願いします。イエーイ。はい、私が何々といえばと言ったら楓と言ってください。秋の植物といえば、ありがとうございます。楓の花言葉は大切な思い出、あなたとの大切な思い出を作りたい高校3年生18歳の楓こと上島楓です。ありがとうございます。私は一回そのお化粧の相談をしたんですよ。でこのファンデーションはこう何がいいですかねみたいないう話を LINE でしたら、あの次の日次の
日くらいが九州ツアーの日だったので、その時にミオさんがずっと使ってたファンデーションを、結構お高めのファンデーションをくださったんですよ。で、推し、元っていうか元じゃなくて、どうしたそう、なんて言うんだろう、入る前にずっと推してた、うんうん、その元推し元推し元じゃなくて、いや今もおやおや、はい、なんだっけ、あ、忘れちゃった、元推しにね、そう、もらってね、違う違う違う、ずっと使ってたファンデーションをそのままくださったので、うん、今はもう、なんて言うんだろう、一滴一滴大切に使ってて、私が多分卒業するまで使いたいなと思います。かわいい、はい、今日も一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、福岡県出身23歳、今日もあなたの夢にお邪魔します。博多の夢の姫、舞ちゃんこと渕貝舞です。ありがとうございます。私はですね、美桜ちゃんの思い出は本当にお仕事だけでなくプライベートでもたくさんあって、特に東京にお仕事に行った時に、もうホテルの同室はね、決まって美桜だったから、やだ、なんか見たら泣いちゃいそうになっちゃうそう、いやー、泣かないで、泣かない、笑って。でもなんか話したいことがあって、みおちゃんが結構こういう感じじゃないですか、喋り声が。で、一回お風呂からまいちゃんみたいな聞こえて、え、これはやばいやつだと思って急いで駆けつけたら、なんか泡風呂で遊んでてそれでまいちゃん一緒に入ろうって言って、その時に強制的に泡風呂に、ホテル の狭いこうね、ユニットバスに、ユニットバスに2人で泡風呂して遊んだりとか ね、 懐かしいね。いつもなんかアイス買いに行こうってコンビニに誘ってくれたりとか、うん、あ、今日は泣いちゃうね。はい今日は一日よろしくお願いしますイエーイ。はい、博多に咲く優しい花になりたい、ギターが趣味のみおちゃんが大好きなゆかちゃんこと秋吉ゆかですありがとうございます。みおはやっぱ話しやすくて、すっごく、でもチームが違ったので、なかなか、なんだろう、一緒にお仕事する機会は少なかったんですけど、HKT48 とのお出かけで一緒にメロンジュース作ったりとか、うん、あとはそこにあるフォーエバー21で一緒に買い物したりとか、いろんなロケもたくさんしたなって思うんですけど、あとはほなほなワルツもずっと一緒にやってたり、うん、そうなんですよ。でもチームがやっぱ違うから、あんまり公演とかも出れないなって思ってた時に、 R24 でこうやってみんなで出れたので、すごく嬉しかったです。今日は、ね、大事な思い出を作れたらいいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、知ってる方いたら昔のキャッチフレーズをするので一緒に言ってください。お願いします。意地悪なんてしないもん、ミオに甘い、しないもん。ありがとうございます。福岡県出身21歳の下野由紀です。はい、ありがとうございます。私のミオの思い出は、初期の時に、最初ってやっぱミオは初恋バタフライからずっと選抜にいたので、うんうん、なんか一期生と結構絡む機会がね、うん、たくさんあって、そうですね、で一期は本当にミオのことを本当に可愛くて可愛くて仕方なくって、うん、で一回村重とか千織が、うん、私実は妖精が見えるんだっていう嘘をついたんですねでありましたね、それを、うん、でミオはミオが信じるか信じないか、うんうんうん、ちょっと試してみようって一期生でなってで千織かな、千織だったっけ、うん、が妖精が見えるんだよっていう話をして、最初ミオは、うん、いや嘘だみたいな言ってたけど、うん、なんか結構みんな頑張って迫真のその時の迫真の演技をして、うん、そしたら本当に信じたんだよね、信じましたよ、最終的に、はい、そう、最終的に本当に信じて、うん、でネタバラシした時にミオが泣いちゃって純粋もう本当に今じゃ多分泣かないでしょ、うん、泣かない、ね、だから本当にもう一期生みんなで本当可愛くて、泣かせたのは申し訳なかったんですけど、もうこんなに大きくなって、うん、なんか同い年なんだけどちょっと親みたいな感覚で、うん、なんかねすごい立派になって卒業していく姿を今日は最後まで見届けたられたらいいなと思います。今日は一日よろしくお願いします。イエーイ。はい、笑うための形がカシューナッツになります。みおこと友永みおです。ありがとうございます、ありがとうございます。
私は HKT の思い出話そうかなって思ったんですけど、なんか7年いたから長くてあんまり思い出せなくてなんか本当にいっぱいいろんなことを経験させていただいたので、なんか本当に感謝の気持ちでいっぱいだなって思っています。あと今日卒業公演なんですけど、あの皆さんがなんか泣かれてるのを見ると悲しくなるけど、あのすごい静かで心配になっちゃうけど、あの悲しい気持ちはわかるけど楽しんでくれますか？もっとわちゃわちゃしてもらえますか？ね、今日はいっぱい泣いていっぱい笑って最高の一日にできたらいいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が今からいつでもどこでもみんなの季節はというのでみおちゃんと言ってください。お願いします。ありがとうございます。いつでもどこでもみんなの季節はみおちゃん。ありがとうございます。二十歳のはるたんこと上野はるかです。ありがとうございます。ありがとうございます。と私はみおちゃんとは1歳違いで、あのあんまり年の差はないんですけど、あの初期の頃からすごいなんか年上のなんか組のイメージがあったんですけど、あのレッスンの時にみんなで一つのバスでこうレッスン場に向かう時になんか私人見知りだったから人の顔を あまりあの見れてなかったんですよ。 HKT になってレッスンしてる時もあの誰が誰だかまだ分からない時期がすごくあの本当に人見知りで続いてたんですけど、そういう時にふとあの乗ってきた人を見た時にあのみおちゃんだったんですけど、その時にえこんな可愛い子いるんだっていうのになんかすごくびっくりした。嬉しい。そう、記憶が実はあってずっと心の中に、うん、初めて聞いた。そう、初めて今言ってみたんですけど、あったんですけど、なんかチームが違ってなかなか一緒に公演出る機会がなくて、まあ、ゆかちゃんと一緒なんですけど R24 であの一緒に出るようになって、なんか自己紹介 MC の時に隣だったんですけど、なんかなんか2期生の2列目だったから、うん、2期生が話してるなんか面白い話をつまみになんか2人でなんか、うん、なんて言うんだろう、ここでなんか、うん、ちょっとバックストーリーじゃないけど、うん、なんかあの子面白いねみたいな話をなんか、うん、楽屋かなみたいなテンションで何気なく話してる時間が私は最近本当にすごく好きで、この公演始まってなんかまあ、ぶっちゃけここが一番本当に楽しかったってぐらいみおちゃんとなんかここで話す時間がすごく好きだったので、なんかそれがなくなってしまうのがすごく寂しいんですけど、今日もちょいちょいちょっと、うん、話そういっぱい、うんうん、曲中に話そう、もう歌わずに話そう。本当に好きなので後悔がないように楽しみたいと思います。ケイチンチよろしくお願いします。イエーイ。はい、HKT48R24 博多リフレッシュ公演以上のメンバーでお送りします。皆さん声出す準備できてますか？もっとわちゃわちゃできますか？ありがとうございます。ここからはさまざまなユニットの登場です。まずはこのユニットから。一番
卒業公演だけど、ミオとの思い出なんかある？研究生の時に2人でユニットをしたことです。おー、いいね。リコプさんはありますか？私はミオのモノマネができる。モノマネミオです。目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、
Forever, we gotta get a beautiful day.
I wanna see you again. My Miley, test your mind. Remember, have died. Ready?
を聞いていただきました。まいちゃんとみおは、ね、同じユニットでしたけど、どうでした？楽しかったね。すごい楽しかったです。絶対泣くと思ってて、メルちゃんにも行く前に、うん、まいちゃん頑張ってねって言われたんですけど、今までで一番笑顔で歌いました。よかった楽しかったならよかった、うん、楽しかったです ね、あの、うんうん、手つなぐとこ今日は何話したの？今日は卒業おめでとうって言われました。バイバイ、ね、バイバイ。いやー置いていかないで。明るいな。どうですかみおちゃん、もうあっという間に後半戦が始まっちゃうけど、そうですね、なんか未だに実感なくて、うん、すごいふわふわした気持ちなんだけど、うん、ファンの方一人一人の顔を見ていると、あーやめるんだなっていう実感がね、なんか生誕祭とは違う雰囲気というかね、うん、そうですね、全然違う、もう眼差しが違うもん、うん、なんか尊いものを見てるような感じ、ファンの方がなんか、ね、もう切なそう、うん、なんかすごい視線を感じる。そうだよね、うん、みんな元気、ね、大丈夫、ね、本当に本当になんかあれファンの人いないのって思った一瞬。だからいっぱい声出してくださいね。もう今ももう聞いてるもんね、もうミオの声を一言一言聞いてる感じだもん、ね、うん、ね、お返事してくれない。悲しい。お返事してほしいらしい。どう、メルちゃん、いや私ミオちゃん最後だよね。いやもういいよ、後でいっぱい話そう。そうだね、楽屋で確かに今頑張ってるからさ、うん、そうだよね、そうそう、二人はどうですか？確かに楓ちゃん、私、うん、あ、え、これあれですよね、何、今日はみおさんの卒業公演なんですけど、はい、一つだけ言わせてもらっていいですか？何、怖い、怖い、メルさん毎回一サビあと間違えますよね。待って、どの曲？のこの曲、この曲、この曲、間違えてる、何間違えてる、怖いから、あの、うん、なんていうの、場を盛り上げるためにちょっと言ったんですけど、うん、あの、お席して、待って、怖い、ハルタの弟子やっぱ怖いわ。違う、怖い、ちょっとね、しんみりしちゃってるから、うん、ちょっと一言言わせてもらおうと思って、うん、うん、ありがとう、それで私のミスをさらされるっていうね。教えてもらった方がいいんじゃない？そう、どこ間違えたった、ごめんね、誰よりも、うん、あ、違う、たった一つで移動するときに、うん、そうそう、いつも忘れる、そう、そうそう、それはそうだった、自家製でちゃん、そうじゃん、たった一つってなりです、あ、ここ移動するんやったわと思いながら、ごめんね、うん、あ、みちょみちゃんごめんねって思いながらやってたの、そうだった、そうだ、今でも忘れてた、ごめんごめんごめん。リハも、はい、次はね、リハも間違えました、こけてたの見たし、そう、リハはこけた。厳しい、うん、あ、ごめんね、ありがとう、いや全然よかった。でもみんながね、笑顔になって、うん、なんか微笑ましかったですね。いや別に私のミスで笑わなくてもいいな。そう、なんかミオとの思い出話とか聞いて笑ってほしいのに、メル間違えてるって笑われても、こっちとらちょっといいと思うよ、気まずいわ、よかった、いやいや今日ですごい気まずくなっちゃった。怖い、ごめんなさい、もういや、もうハルタン先生のようにしてみるわ、可愛、うん、いい、いくらでも言っていいよ。お姉ちゃんが怖っ、怖っ、どう、エルタン最後喋りなさい。そう、でもミオさんと本当に一緒に公演出たって数えるぐらいしかないので、そうだよね、あの、こうやって最後に一緒に出られても本当に嬉しいなって思います。うん、ありがとうございます。真面目かって感じなんですけど、いい、出てくれて嬉しいです、本当に本当にありがとう。上島絶対違いましたね、さっきの。何が？ここで、まあ、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、反省会、一人で反省会しちゃった、かわいい、大丈夫、合ってた合ってた、うん、合ってた、すごいみんな笑ってたし、ね、大丈夫ですよね、いいよ皆さん、ね、大丈夫だよ、いいよね、よかったよかった、大丈夫ですよ。反省会しちゃったのね。じゃあそろそろ後半戦いきますけど、皆さんもっともっと盛り上がる準備できてますか？それでは後半戦はこの曲からです、どうぞ。
ロスの道、回遊魚のキャパシティ、今度こそエクスタシー、高嶺のリンゴを4曲続けて聴いていただきました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここまで中盤はできましたね。下野さん、私どうシモティシモティで、R24 の時はシモティで、シモティどう、なんかね、こっちが緊張してるね。緊張しますよね、めっちゃわかりますよ。なんかミオがすごいヘラヘラって感じじゃん、ね、卒業するよみたいな感じじゃん、今日来ちゃった、ね、みたいな感じだから、逆になんかこっちがなんか、みたいな、ドギマギしちゃいますよね、でなっちゃってね、もうずっもう店内と、もう来なよ、出てよ、もうそこでほしい、そこで準備できてるのはおいでよ。さっきも中盤の曲中にね、ずっと袖で、そう、ずっと店内持って私たちに手振ってるんですよ。あ、来たの、いやいや、いらっしゃい、あなたの卒業公演ですよ。そのなんか、私も見に来たったみたいな感じで来ないで。そうだよ、すごかった。何の意見よ、何を見てすごいって言ってるのよ。ダンスがきつそう、きつい、頑張ってるよね、頑張ってるよ。そう、でも私ね、下野さんでめっちゃ覚えてる覚えてるのがあって、あの下野さんと一時期ずっと後ろ姿かぶってましたよね、ミオと。あ、かぶってたね、まあね、やばすごい、わかります、なんかもう後ろ姿がミオみたいな。そう、しかもね、ミオ見ても下野さん思い出したもん。しかも何がすごいって、あの首の後ろのところに、同じところにほくろがあるんだよね、あのね、ピンポンがね。そう、ピンポンがあるんですよ。そう、だからちょうど、しかもショートカットの形もなんか似てたから、一緒で色も同じで、そうそうそう、ほくろの位置も一緒だから、もう本当に似てるなと思ってた。一緒だ、すごい、あ、本当なんだ。いやいや、楽屋でやって。そうなの、あるのよ。何見せられてんの。でもゆきちゃんの方がちょっと色素が薄い。いや、そこ比べ、その情報いらん。いらんかった。そのレポートいらないですよ。でもミオのことで覚えてるのは、なんかずっと本当にあの初恋バタフライあたりの時の記憶が私すごくて、うんうん、私とミオがあの真夏のサンズグッドとかフライ系を覚えられなくて、若ちゃんと下野さんにこの4人でさ、フリーしましたよね。ミオと私が何だったっけ、 AKB ユニット祭りかなんかでって、マイちゃんはいなかったんだよね、リクワだと思う。マイちゃんはなんで踊れてたの。私勝手に V で、あのただファンだったから覚えてて。そう、私とミオ全然覚えてなくて、私と若田部がずっと振りを教えてたの、ね、あとウザとかね、やりましたよね。それ教えてて、で、この間かな、結構あの1年前ぐらいだけど、ミオとヨカヨカに出た時に、なんかその時なんか覚えてるみたいな、その時の話をね、覚えてるって聞いたら、なんか若田部と私2人で教えてたよねみたいな話をしたら、そう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 、ミオがなんか下野さんは優しかったけど若ちゃん怖かったって言ってたから、本当優しく教えててよかったなって思いました。ね、めっちゃ覚えてるさ。ゆかちゃんとかは。私はミオと最終審査の時に席が近くで、うん、隣に岡本直子がいて、ウイマシロがいて、強い岡本直子、左隣にジーナがいたってすっごい鮮明に覚えてて、そう、ミオちゃんも相変わらず可愛かったし、ジーナはなんか妹がサイン集めるから、もし HKT に私が入った時用にサインを書いてって言われたっていう。まだ受かってないのに。すごいサインを集めてたもんね。集めてたね。妹用じゃなくて私用、あ、そうなの。そう、なんか私も受からない前提でいたから、思い出作りしに行くな。今のうちにもう、今多分なるだろう。下野もオーディションの時やってたかも、それ。本当ですか。二次審査の時に、ちょっと誰かが受かるかもしれないから、ちょっと名前書いてみたいなやつやってて、パッてこなんかいつか見返したら、私とあの、うん、熊沢セリナがいて、お、2人受かっとるみたいな。それすごいな。審査の時とかサインないから、なんか署名活動させられたみたいな。フルネーム書いて、名前書いただけ。懐かしいね。私はさ、あの、今日あのミオとの思い出の写真がたくさん楽屋に貼られてるじゃないですか。うん、私ってミオと一回も一緒に服を買いに行ったことがないのに、なぜか被るっていうのが、めっちゃ思う。もうメルミオの人七不思議よ、これ。そう、めっちゃ不思議なの。しかもなんかちっちゃい頃とか、なんかその若い頃に被るとかならいいんですけど、今でも被るのね。なんかこう、年々こうブランドが変わっていくじゃないですか、好きなブランドが。だから幼少期っていうか、そんな大人から幼少期なんか12歳ぐらいの時に被ってたのはティティ&コーで、今はスナイデルとか、そのなんかどんどんブランドも進化していって、成長とともにでもずーっと服一緒みたいな。で、なんか一番懐かしい写真があって、あの
多分初期の頃のレッスン着のフラミンゴの T シャツ着てたの覚えてますか？覚えてる覚えてる。子さんだけは多分うなずくと思うんですけど覚えてる。それがメイキングカメラかなんかで写ってたらしくて、その写真があってもめっちゃ懐かしいと思いましたね。確かに被ってるイメージあるわ。めっちゃ好み似てるよね。似てる。でも一緒じゃないはずなんだけどね。聞いてる？次はあっちから。すごい。タイプが別だし、なんか好きなものとかも真逆だから、なんか色違いとかのイメージ。そうなんですよ。不思議ですよね。これは本当に何も七不思議。そうですね。っていう話。仲良しですね。ありがとう。ありがとうございます。ほっこりする。なんかメルミを見るとなんか泣けてくるよね。でもずっとそのままでいってほしいね。そうそう。なんかミオがいたらやっぱみんなはミオのこと見るんですけど、ミオがいない楽曲すごい視線集まってきて。そうだよね。そう。なんか確かにミオと同じような気持ちだから、私もなんか卒業するみたいな気持ちになってからすごい視線感じるの。いや見ちゃうよだね。私が泣いたらみんな泣いちゃうね。なるほどね。それね。じゃあ続いてミオがいる後半に行きましょう。どうぞ。あれ、ファンスタン。あれ、早速こっち側に行こうかなって思って終盤曲ずっとそれで袖から振ってて応援してくれてたのね。頑張れって言ってたね。ここまでこのメンバーでお話ししていきたいと思います。さて、ここまでどうですか？お、すごい色変わるよ。変わるよ。お、すごいすごい。色が変わってる。これ、これこうやってやって YouTuber みおチャンネル王じゃないですから。王じゃないですよ。どうよ、今日が卒業ですけども。でも楽しいですね。本当、なんか卒業発表の時はもう信じられないぐらい緊張していて、ご飯も食べれなかったし寝れなかったしだったけど、卒業発表公演、今日はなんか全然ぐっすり寝たし、こっちはたまったもんじゃないですよ。置いてかれるんですね。なんか晴れやかな気持ちなのかな。よかった。なんかね、ミオがさ、ほら中盤楽曲はさ、ダンス楽曲がすごい激しいじゃない？だからミオはさ、出てないのに、ミオのファンの人がね、一生懸命コールしてくれたりとか、キャパシティでね、水を得た魚のよりもキャパキャパね、優しいね。ありがとうございます、ね、皆さん、ね、なんか着てるさ、パーカーみたいなのめっちゃ可愛くない？ね、なんなのこれは。どうしたのそれ。え、これ作ったの？可愛い。可愛い。え、可愛い。めっちゃ可愛いよね。じゃあ、ください、欲しいです。脱いでいただいてもいいですか？ステージに上がっていただいて。めっちゃ可愛い。ね、嬉しい。どうした？私のとハルタンの半分で、あとで誰かに脱いでもらおう。もらおう。それそれが一番。先着で2名に脱いでいただいて。すごいね。私さ、昔めっちゃ覚えてるのが、手をつなぎながらのリバイバル公演かなんか、5周年か4周年か3周年ぐらいでやった時にミオがめちゃめちゃ怒られてたの覚えてる。演出家さんにだよね。そう、めっちゃ怒られてた。その時はなんかロープの友情みたいなので、真ん中でこうやらせてもらう立ち位置だったんだけど、ロープ落としちゃって笑っちゃって、そう、ロープ落ちたと思って、わーって思って笑って、終わりに演出家さんにめっちゃ怒られた。笑うなって。やる気あんのかって。すいません。すっごい怒られたの覚えてる。めっちゃ覚えてるな。でも泣き虫だったよね、ミオ。ほんといつも泣いてた。ずっと泣いてたもん。ずっと泣いてた。常に目パンパンだった。泣きながらサイドステップしてたよね。できないのに。懐かしいね。懐かしい。ありますか、かえちゃんとか。はい、私はもうずっとさっきからずっと言ってるんですけど、やっぱり上島がアイドルになる原点の方だったから、本当に寂しくて、もうリハーサルからちょっと泣いちゃったんですけど。でもなんかミオさん意外とあっさりしてて。そうなのよね。なんかそれでまた寂しくなりますね。なんかバイバイって言ってくるじゃないですか。それがまたなんか寂しいです。じゃあこれあげる。ありがとうございます。じゃあ枕元に置いて寝て、飾って寝ます。ありがとうございます。それとパーカーの半分着て。あ、そうですね。ありがとうございます。じゃあエレタンはどうですか？あの、ずっとあんまりなんか公言みたいなしてなかったんですけど、ミオさんにめっちゃ似てるって言われて、もうなんかめっちゃ嬉しいんですけど、なんかミオさんにそれをなんか言ったらなんかあんま嬉しくないんじゃないかなと思って。いやいやいや、そんなことないよ。嬉しい。めっちゃ似てるって言われて。だって双子じゃん。あ、でしたっけ。ノリの良さが。でしたっけ。こういうたまに冗談言い出すとかあるから。
嬉しいよ。いや嬉しいですか、うん、やったありがとう。なんかね、髪染めってめっちゃ可愛くなって、さらに、ね、うん、そっくりそのままになって、そっくりそのまま、これから友永美代として生きていただいてよろしくお願いします。大丈夫、頑張ります。モノマネ教えようか。じゃあ楽屋でずっと言ってくれてるね。友永美代です。めっちゃ似てる。ありがとう。ありがとう。ありがとう。めっちゃ無言で、じゃみたいな。ねえ、なんだろう、なんか逆にもう私たちも2期生も7年半とかさ、うんうん、やってきたら、なんか本当に今までいろんなことありすぎて、なんか一周回って、うん、なんだっけっていう時ないですから、なんか本当にいっぱい思い出あるんだろうけど、うんうん、なんか今思い返してみたら、なんかあんま思い出せないことがね結構あるんですけど、うんうん、やっぱり私はあのみんなでお昼ご飯食べに行った、うん、ランチがやっぱり忘れられなくて今日のとか今日のこと最新の出来事美味しかったね。今日のランチが忘れられなくて、うん、なんか一、うん、回行ったことある場所で、うんうんうん、なんかそうまだピーちゃんとかしのとかが、うん、しのの最後の R の公演の時に、うんうんうん、なんかみんなでこうランチ行こうってなっていたんですけど、うん、なんかそのランチがなんか小鉢を3つ選んで、うん、セットみたいな感じで頼めるやつを、うん、じゃあこれみんなで頼もうよって言って頼んだんですけど、うんうん、あの私どうしてもあの丼が食べたくて一人でね、一人であの、うん、でかい丼頼んでなんかみんな小鉢頼んでたから私めっちゃ食べる人やなって後悔したので、うん、今日はバッチリ小鉢を選んでみんなで小鉢だ。行く前からもう決めてたよね、今日は小鉢って、ね、絶対に小鉢って決めて、うん、みんなでお揃いの小鉢を、ね、美味しかった、ね、お揃いの小鉢をってなんかちょっとあれですけど、ね、なんかちょっとなんかなんて些細なことだけど、うん、なんかそういうのがやっぱ一番ほっこりして印象に残るなって思いました、うん、そうだね、うん、まあ、こんなね MC とかしてきましたけども、次がね最後の曲になってしまいます。それ持ったままで大丈夫。あ、一回ね、一回大丈夫です。次の曲はですね、あの前 R24 のセットリストでは片思いの卒業式という2期生の思い出の曲を歌ってたんですけども、新生 R24 になって新たな思い出の曲を作ろうということで、あの新しい楽曲を歌っています。演出はね、その当時の時と同じような演出にしているので、照らし合わせて見ていただければ嬉しいなと思います。それでは聴いてください。青春と気づかないまま。
ありがとうございました。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 
ずっとずっとラブ修行中しようぜ3曲続けて聴いていただきました。皆さんみおちゃんコールありがとうございます。ありがとうございます。さてもう、はい、本当に終わりの時間が近づいてますけどどうですか。なんかどうだろう、ふわふわした気持ちですけど、ずっと今日一日ずっとふわふわしてて、でもやっぱ終わりが近づいてくるたびに、あもう終わりなんだなとか、泣いてる顔の泣いてる方の顔とか見ると泣きそうになったりとか実感しています。あとさっきねアンコール明けでなんか大きく、うん、We love me よって書いてくれてたの、もう一回出してくださいよ。嬉しかった。すごーい。すごい。ありがとうございます。すごい。上手。ね。なんか卒業発表してから全然時間がない中こうやって準備してくれてねやってくれたのがすごく嬉しいです。皆さんありがとうございます。桜色だったもんね。ね。ね。さあ、うん、卒業公演ということで。はい。いつもね。うん。卒業公演ではおなじみのねおなじみ の、うん、あの奇跡の VTR がありますの で、 そ、 あの、ね、そちらの方をね、うん、見ていただこ う、 そうファンの皆さんに見ていただいて、うん、まだ私たちもねそうだね、はい、いろんな準備がね、はい、いろんな準備があるのでドキドキワクワクドキドキワクワクそんな明るいの見ようだけよドキドキワクワクみんなもきっと同じ気持ちだと思う、ね、うん、そうだね、そうでしょ、うん、見たいですか皆さん。じゃあ見てくださいそうですね、うん、では VTR をいいかな、うん、VTR どうぞ。38番14歳の友永美桜です。皆さんを笑顔にして楽しくできたらいいなと思って応募しました。19位友永美桜。ここに立てたのは皆さんのおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。本当に本当にありがとうございます。未来の道順友よ歩いて行こう。遥か彼方の知らない21位友永美桜。これからも私はもっともっと上を目指したいと思っているので応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ギターを弾いて歌い出す青春
HKT48 を卒業します。これからはアイドルとしてではなく違う形で皆さんに笑顔を届けていきたいです。描くもの
泣いちゃいましたね。泣いちゃいましたね。いい曲ですね。いい曲だね、はい、思い出のほとんどを二人で歌わせていただきました、うん、すごいみんなも泣いてる。どうでしたか。ありがとうございます。ここでねちょっとお話しするんだよね。そうだね、みよちゃんがお水飲みたいんだって。喉がカスカスになっちゃうからね。一回飲み物飲んで落ち着こう。いっぱい泣いたからね。みよちゃんが行かないとさ、いっぱい泣いたから今お水を補給しています。恥ずかしい。ここでさ、はい、うん、手紙書いてきたからさ、もうやだ。読もうかなと思って持ってきました。ありがとうございます。待ってね。最後の手紙になっちゃうね。そうだね。いっぱいさ生誕祭でもさ手紙書いてきたけどね、はあ、緊張するな。では読みます。ミオへ。こうしてミオに書く最後のお手紙になりますね。オーディションの時もレッスンの頃も全くと言っていいほどミオとの思い出はなく、はい、2期生のお披露目が決まって会いたかったのレッスンが始まった時に突然隣にやってきた人という印象でした。そこからミルミオと呼ばれて2人でのお仕事が増えたよね。お互い比べられることも多かったし自分のことにいっぱいいっぱいで喧嘩もよくしたよね。正直そんなに仲良くなかったと思う。そうだね、私も思うね。初めて2人で真面目な話をしたのはメロンジュースの時、私のお部屋に来て話しましたね。私の部屋の前はハルピさんの部屋で、サクちゃんとハルピさんは2人でお話ししてて、向かい合うようにして部屋は別々だったけどお互い相方と語り合ってる状況はまるで映画みたいでしたね。初めての M ステが桜みんなで食べたで2人で喜んだのも懐かしいね。だけどいざ本番が始まるとナコミクばかりフューチャーされて楽屋とかでは一切悔しさは出さなかったけど2人で部屋に帰ってから泣きながら話したよね。私もミオも負けず嫌いだし、いろんな思いを毎回部屋とか握手会にある着替え場とか人気がいないところでお互いぶつけて発散してきましたね。境遇も一緒で何かあるたびに感じることが一緒だから今までを振り返っても2人で仕事の話しかしてなかった気がします。卒業の話を聞いたとき、そっかって受け止めたふりしたけど本当は全然で、まだまだずっと一緒にいたかったよ。怪我をしてそれでもリハビリを頑張って頑張って一曲また一曲って踊れる曲が増えて、サクタベをコンサートのステージで歌えたときは本当に嬉しかったよね。ステージ上で一緒に泣いたね。あまり感情を表に出さない私もミオには何でもさらけ出せました。たくさん泣いたし、たくさん怒ったし、たくさん笑ったね。どんな時もミオは私の先にいてくれました。総選挙だって私は追いつきたくていつも必死でした。ミオの背中は強くてまっすぐしてて、でもメルちゃん早く来てよって声がするような優しい背中でした。いつだって私の道しるべになってくれてありがとう。いつだって私のライバルになってくれてありがとう。ミオがいなかったら私はここまで来れませんでした。もっともっと私の走るスピードが速かったら二人でまたダブルセンターできたのかなって思ったら、それだけが私の後悔です。そしてミオはやっぱり私の先に行くんだね。あんなに泣き虫だったミオがまっすぐ卒業発表をした日、いつも以上に輝いてて眩しかったし、隣に入れてすごく嬉しかったです。いつまでもどこまでもアイドルでキラキラしてるミオ、これから先の未来もキラキラ可愛くいてください。約7年ちょっと一緒にいてくれてありがとう。ミオと出会えたことは私の人生の宝物です。
これからも仲良くしてね。ずっと親友メルより。ありがとうございます。すごく嬉しいし涙止まらないし涙止まらないね話せない、話してなんだろう、ずっとメルちゃんと隣にいて、ミオはメルちゃんがいたからここまで7年間頑張ってこれたし、いっぱい喧嘩もしたし、常に比べられてたから、苦しい時もお互いにあったと思うけど、それを乗り越えることができたから今の私たちの関係があるなって思います、なんか先に私が置いていってしまうじゃないけどことになってしまって申し訳ない気持ちもあるけど、頑張ってください。頑張ります。応援してます。ありがとう。ありがとう。だっていつだってさ、いつも先に行くからさ、やっぱり先に行くんだなと思って。寂しいよ。寂しくない。え寂しい。でもミオは一人でこれから頑張らなきゃいけないからね、頑張ります。頑張ってね。出会ってくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。大好きです。大好きです。大丈夫、大丈夫よ。ありがとう、ここからは。かわいい。そう、ここからはミオちゃんが今から一人でみんなのためにね、お話ししてくれるので、お話しさせてください。みんな頑張って聞いてください。じゃあ頑張ってね。はい、ありがとう、ここからお話しさせてください。ちょっと長くなると思うんですけど、聞いてくれると嬉しいです。まずは今日来てくださった皆さん、 DMM 配信の皆さん、ロビカンの皆さん、本当にありがとうございます。今日で私は HKT48 を卒業します。今の気持ちは、7年間ずっとアイドルをさせていただいたので、明日からそうじゃなくなる自分を想像できていないのが今の正直な気持ちです。でも振り返ってみるとすごく楽しかったなと思っていて、もちろん苦しかったことも大変だったこともたくさんあったけど、それを含めて全て幸せな時間でした。ファーストシングルから選抜に選んでいただいて、シングルセンターをさせていただいたり、総選挙ではずっとランクインさせてもらって、AKB48 に兼任させてもらったり、ここではもう語りきれないぐらいたくさんのことを経験させていただいて本当に感謝しています。そんな中、制服の目公演のゲネプロで半月板損傷という怪我をしました。もうステージには戻ってこれないかもしれないと、どん底に落ちた2年前、今までで一番苦しくて辛くて、どうしていいんだろうって思っていました。でもそんな中、皆さんは変わらずに私のことを応援してくれて、支え続けてくれて、皆さんのおかげで私は今ここのステージに戻ってこれたなと思います。またこうしてステージに立てて、皆さんと楽しい時間を過ごせて、本当に本当に嬉しいです。そしてずっとそばで支え続けてくれたマネージャーさん、ステージに立つ時には必ず可愛くしてくれるヘアメイクさん、衣装さん、
リハビリをしてくれたトレーナーさん、陰でスタッフさんたちにたくさん支えられていて今の私があると思っています。本当にありがとうございます。そしてメンバーのみんなもきっと裏でね聞いてくれていると思うけど、本当に今までありがとう。本当にたくさんの方に支えられて今の私があるので、みんなには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私は HKT48 に悔いはありません。やりきりました。すごくすごく楽しくて濃い7年だったなと思います。明日からは今まで作り上げてきたものをゼロにしてまた頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。緊張しました。ちゃんとお話できてたらいいなって思っています。ここからはもう少し曲をさせていただきたいなと思っていて、大好きな大事な2期生のみんなと一緒においで。ありがとう。一緒に歌おう。ありがとう。大好き。みんな裏で号泣だったよ。みんなが大好き。それでは皆さん声出せますか？涙飛ばせますか？ダメです。もっともっと大きな声出せますか？それではどうぞ。あの日
僕らのスタンドバイミーと To be continued を聞いていただきました。涙が止まりません。私たちもです。そうですよね。どうしますか。でもすごかった ね、うん、もう一回見せてください。美しい満開の美しい桜って言って、それは何、タオルでね桜があって、いいね、ミオって名前素敵ね。いいね、桜って、うん、素敵、ね、もう本当今日は世界一綺麗よ。やった。嬉しいです、うん、いっぱいいっぱい、うん、ね、ありがとうございます。もう言い残したことはないの。言い残したことはない。やり残したことはある。おお。もう一曲歌わせてもらえますか。みんながきっと一番好きな曲だよね。そうだね、うん、じゃあ、行きますか。かぶった。それでは聴いてください。桜みんなで食べた。みんなで食べたを聞いていただきました。ありがとうございます。ということで、もう最後の挨拶になっちゃいます。本当にもういい？言うことないの？伝えること伝えれた？伝えれました。本当にありがとうございました。7年間とてもとても幸せで楽しい時間でした。やだな、最後の挨拶するの。しよっか。もう終わっちゃうね。そうだね。ありがとうね。ありがとう。もうありがとう、みんなも。それでは最後のご挨拶をしましょう。
くれるの？赤ちゃんが泣いてます。これはメンバーみんなからのアルバムです。なのちゃんもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうね。バイバーイ。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。あー泣かないね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あーバイバーイ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。わあすごい。なに？わあわあありがとう。桜の花びらになってる。桜ロードになったね。ね、嬉しい。ありがとうございました、ありがとうございます。これからもぜひ HKT48 の応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みよちゃんすごく楽しくて幸せな時間でした。ありがとうございました。よかった。あもう泣き疲れたね。泣いてくれてありがとう。本当だよ。すごいよかった ね, ねでも一緒に2期生と曲できたりとか、うん、作食べできたりとかすごく嬉しかったです。思い出の方の泣きだね。泣いた。もう今日は多分人生の中で一番泣くってぐらいだった。泣いたね。手紙もありがとう。いいえ。嬉しかった。泣いたね。泣いた。泣かせてあげる。泣かせてあげる。メルがさ、はけてきてからさ、うちらもそれでさ、そうなってくる。そしたら、え、泣いた、泣いた。泣いたでしょ。泣いた、泣いた。泣けた。泣けた、泣けた。泣きながらメルも。感動した？楽しかったですね。はい、楽しかった。楽しかった。じゃあ、GMM を見てる人にさ、最後伝えてよ。見てくれてありがとうございました。今日で HKT 卒業します。これからも変わらずにぜひ HKT の応援よろしくお願いします。楽しかったです。